こんにちは、交通地理アドバイザーのちゃんぽんです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回は秋葉原電気街の南端に位置し、神田駅の周辺等を結ぶ万世橋をブラブラしてきました。では早速万世橋の方に行ってみましょう。さあ、秋葉原駅で電車を降りて万世橋付近まで歩いてやってまいりました。こちらはね、ただいま万世橋交差点ということになっておりますね。やはりこうね、撮影してる時間は深夜なんですけども、まあ10時とか11時とかそのあたりの時間でしたね。かなりやっぱまだ交通量が多いですね。ぐるーっとこう周りを見渡してもやっぱりかなり大きな街になっています。国土交通省東京国道事務所万世橋出張所が右手にあるようです。奥には肉の万世が見えます。この可愛らしいこのね、デフォルメされた牛のデザイン、肉の万世、まさに、ね、ここが本店といったところですね。手前に、万世橋がかかっているということになっております。ではね、早速万世橋の方に向かって歩いていくということになりましょう。万世橋と書いてあります。昭和5年3月に完成したということが書いてあります。神田川に架かるアーチ型が特徴で、現在架かっている橋は1930年昭和5年に架けられたものということになっております。万世橋の歴史は江戸時代にまで遡ることができます。この辺りの場所は中山道と御成街道との分岐点に、筋貝見附と江戸城を守る筋貝門があり、交通の要衝と江戸時代のうちからされておりました。こういうことからですね、江戸時代にはこの橋は筋貝橋とこういうふうに呼ばれていたそうです。この筋貝橋の周辺は江戸時代からまあかなり発展しておりまして、特に青物商が多く集まっていたとのことです。8代将軍の吉宗の頃から幕府御用達になって、これが後の神田青果市場となっていきます。それに下級武士や町民たちの住宅も多くて、まあ、いわゆる神田っ子の町として発展していったようですね。さあ、橋を渡って、まあ、しばらく行っていますけども、やはり橋の横もこのようにね、レンガ造りがかなりこう歴史を感じるような造りになっています。見ているだけでかなり歴史を感じてしまいますね。可動橋万世橋と、このような印刷というか文字が書かれています。これは近くにあった、肉の万世の自動販売機なんですけども、ちょうどね、本店、肉の万世本店の正面にあります。そして、この横の水道のところにね、値段とか、商品の説明が書いてます。まあぜひね、皆さんも利用してみてください。万活自販機というふうに書いてますね。机も置いてあります。で、その正面には肉の万世本店がこのようにかなりたくさんね、提灯がついておりまして、かなり有名なお店ですよね。万世橋可動橋の説明が書いてあります。
万世橋はこのね、パネルによりますと関東大震災で被災して崩れたということなんですけども、またすぐに復興されたということですね。さて、万世橋の奥のレンガ造りのね、ところの中に入ってみました。この階段は歴史的な遺構階段です。遺構保存の趣旨により建造当時のままご利用いただいておりますので、ご不便な場合にはエレベーターをご利用くださいというふうな旨が書いてあります。まあ、エレベーターも奥に実際ね、設置されているので、まあ、利用したいという方はぜひエレベーターの方を利用してください。しかしね、まあ、ここに書いてある通りそのまま当時のまま残されているというので、かなりこうね、味のある壁だったりとか階段だったりしています。もちろん、現在ね、怪我しにくいように、歩きやすいように手すりなどがつけられていたりとかですね、端っこに電気がついていて見やすかったりしているんですけども、壁とかはもちろん昔のままで、本当に趣があります。そしてね、駅張りポスターというふうに書いてますね。旧万世橋駅の休止後、人が通ることのなくなった階段の途中に重点輸送強化運動という、駅張りの手書きポスターの一部が残されていたということです。実物は丁寧に剥がされ保存されましたが、ここが駅であったというようなね、数少ない証として、複製品を同じ位置に、復元して展示しているというようなことです。そしてね、ここにまあいろいろね、万世橋についての歴史を知ることができる、電子タッチ式のこういう説明掲示板がありましたので、ちょっと触ってみました。なかなかね、わかりやすくて大きな iPad みたいですごく面白かったですね。みんな触ってみてください。はい、ここにはね、旧万世橋1935階段というようなことで説明が書かれています。ちょっと読み上げますと、鉄道博物館後の国道失礼鉄道博物館後の交通博物館新館が建設された際、駅の縮小に合わせ1935年昭和10年に作られた階段で、1943年昭和18年の駅休止までの間、万世橋駅の階段として利用されたということですね。階段の当面はコンクリートで、壁面壁ですね、壁面のタイル目地も平目地となって、駅開業時に設置された階段とは仕上げが異なっているというようなことです。1935年に作られた階段ですので1935階段というように呼ばれているみたいですね。もっと昔からあった階段と区別するために、まあ1935年に新しくできた方の階段という意味で、そういう名前が付けられたんでしょうね。これも説明を読んでみますと、万世橋高架橋コア抜きレンガということで、1912年明治45年に完成した高架橋は詳細な図面が残されていなかったということです。耐震補強工事で内部構造を確認したり、新たな出入り口を設置したりするためにレンガ壁を筒状にくり抜く工事が行われました。最も厚いところで約3メートルのレンガ壁があることが確認されて、非常に強固な作りであることが分かりました。工事で発生したコア抜きレンガの一部を保存して、こちらに展示されているというようなことです。1912年の明治時代にね、完成した高架橋はこのような厚いところで3メートルも厚みがあるということでね、それのくり抜いたものがこちらに展示されているということみたいです。ぜひ皆さん生で見てみてください。さあ、階段の続きを登っていきたいと思います。ちょっとボケていて見にくくなっている点は申し訳ございません。今ピントの調整を行いました。本当にタイルとか階段とか、そのね、タイルの上の壁とかがね、ちょっとボロボロになっているところがリアルに歴史を感じることができます。階段を登り切るとまたね、ガラス張りになっていて、ここはかなり近代的な現代の風貌を思わせるような感じになっているんですけども、その扉を抜けるとテラスになっています。するとまたちょっとね、興味深いものがここに置いてあったので見てみたいと思います。ちょっとね、逆光になってるので、こちらからは真っ暗になってるんですけども、またちょっとね、説明を見てみますと、
旧万世橋駅のプラットホーム上の、屋根の基礎、2013年にプラットホームの工事をするときに、旧万世橋駅ホームの、まあ、土の中から古いレールを転用して作られたプラットホーム常屋基礎と書いてありますけども、これはねおそらく昔はレールとして使われていたものを、まあ、屋根の骨格として使われていたというものが2013年まで埋まってたということですね。その一部がここに展示されているということのようです。ちょうどね電車も通ってきて、で柱にはこう万世橋とこう昔のね旧万世橋駅の時のね、駅名が柱に貼ってるんで本当に駅みたいな感じになってます。電車が通過していきました。こちらの柱にも万世橋書いてありますね。非常に、趣を感じます。でこのテラスを奥まで進んでいくと、展望デッキ、フラッシュ撮影禁止。フラッシュは私は使っておりませんので、問題ありません。さらに先に進むことができます。本当にねこのテラス展望デッキの部分は綺麗に作られてますね。そしてさらにこの奥はね、ちょっとカフェになってます。でここは先ほどもお話に出てきたエレベーターがあります。ちょっとね何どんな資料が置いてあるのか私もちょっと見ているとそんな様子です。これ私は一体何を見ているのかね、なんか何見てたんやろこれ。あーここのねここのマーチというようなねここの場所の案内が書かれています。また奥には電車が通っていて本当にここが駅だったっていう感じがします。で、こちら側にも降りるさっきのねカフェに通じる階段ですねいうことになってますけども、今度はこっちから降りていきたいと思います。プラチナムフィッシュマーチエキュートと書いてますけども、その下のこの駅の表示案内図みたいなものにはお茶の水と神田の間に、万世橋駅の表示がされていますね。非常にこれも興味深いものになっています。こっちはあれですね、先ほどちょっと言いましたけども1912階段ですね。向こうにあったのは1935階段ですね。こっちの方が古いですね。1912、明治45年4月に万世橋駅開業時に作られた階段で、こっちの方が古いです。鉄道博物館、後の交通博物館開業、開館から、1943年昭和18年の駅休止まで、明治45年から、昭和18年、1912年から昭和43年までの、まあ、31年間ですね、の駅休止まではホームから、直接入館できる特別来館口。ホームから直接その鉄道博物館ですね、まあ、そちらの方に入館できる来館口というようになっていたみたいですね。で階段は、花崗岩とか何これ稲田石を削り出した重厚なものですけども、踊り場は当時の新素材であるというコンクリートが使われていて、壁面のタイルも覆輪目地というね高級な施工がされているのも特徴とのことですね。覆輪目地というのはこの、まあ、今この案内板の後ろに見えてるんですけども、この目地の部分がちょっと立体的にボコッと膨らんでいるもののことのようです。確かに普通のね、まあ目地がへこんでいるものよりも高級感が感じられて、まあ、作るのにもかなり手間がかかっているんじゃないかなというように思います。ここにも1912階段というふうに書いてます。奥には、2階にはカフェとプラットフォームがあるということで、2階のテラスのことですね、まあ、今見てきました。旧万世橋駅、ここはね無料で入ることができます。あ、レンタルサイクルがいっぱい置いてますね。先ほどの出口から少し先に進んだところに歩いてきたんですけども、ここでまたちょっと面白そうなものがあったので、見ていきたいと思います。ここねいきなりガラス張りになっていてびっくりしたんですけども、怖っと思ってね。で何かなこれはと思ったらちょっとピントがあって読めないんですけども、
万世橋駅のレンガ基礎とのことですね。あとは、国道交通博物館のコンクリート基礎ということで、そのまま展示されているようです。で、電気がついているのでね、夜でも明るく見ることができました。この説明もね、一応撮影したんですけども、かなり暗くなってしまって、本当に皆さん申し訳ありません。さあ、万世橋をブラブラしてきて、いかがでしたでしょうか。まあ、いろいろね、無料で見ることができるような、ね、ポイントもありましたので、ぜひね、お近くを通った際、皆さんも一度自分の目で見てみていかがで、見てみてはいかがでしょうか。ちょっと最後の万世橋駅の基礎が展示されているところとかはね、急に穴が開いててね、あ、その上ガラス張りになってるんですけども、そこを歩くとちょっと怖いなっていう部分はあったんですけども、まあ、そういうところもね、実際自分で歩いてみると怖いながらも、その下にね、昔の歴史を感じることができるような、あ、現物が展示されているということなんで、歴史を感じることができると思います。それでは今回は以上になります。ありがとうございました。